今日はこのウッドグリップの強度テスト、まだまだね全然本製品とは違うんですけれども、まあ、何が違うというか、これがまあつらい位置になってラインが絡みづらくなって、この金具は全部オリジナルで作ります。それとこのプレート、前と後ろにサイドプレートがつきます。でネジ止めになるんで、全然ルックス的にはもっとかっこよくなりますし、でうちのあのフェルール、他社のも使えると思うんですが、ガンディニスティックの今 5.2 フィート使ってるんですけれども、まあ、これがもっと太いねスエールバットであったり、そういったものも、付けられるんで、魚をかけての、強化テストしていきたいなと思います。行ってみよう。でルアーもせっかくなんで全部新作のテスト、これでいきたいなと思います。ジョルジェットダータが効くかやってみたいなと思います。よし、いやーキックバックターンが出ました。いやー全然、うん、パワーある魚ですけど、全然グリップ全く緩みなし、普通に使ってて、もういいサイズ、いいサイズ、うん、しかもダーター、これは重心移動ついてていい。ジョルジェットダーターの重心移動バージョンで、こう使いながらね、また自分で改良していってもいいと思うんですよね。あ、もうちょいちょっと、グリップ効かした感じにしようとか、ちょっともうちょい細くしようとか、微妙にこう調整しながらやっていくといいかもしれないです。削っちゃったらこう太くするのはまた木を足したりとかよりは、削っていって調整した方がいいと思いますので、いきなりドカンと出る場合もあるんで、もう向こう水終わってるな、ターンオーバーで。おーし、これはジャンプがでかい、これはでかいぞ、やべえでかいけど、ずっとうおーでかい、うおーし、うおーでかい、よっしゃー、よっしゃー、入ったー、うーわ超でかい、やりましたー、やっぱこの一発を狙ってた、あールアーが飛んだ、いいバスが釣れました、やりました、よし、バッテリー切れます、以上です。